こんにちは。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。折り紙東海園です。折り紙東海園は、最近ではポケットモンスターの折り紙の折り方を考案して紹介するチャンネルとなっています。舞台裏をお見せすると、こちらがまず撮影用のスタジオです。そして物撮り用のスペースと、こちらが音入れ用のマイクです。えらく原始的ですけれども、あんまり凝った動画を作る気もないので、これで十分です。ウォークインクローゼットの中にスタジオを作り込んでいるので、おかげで家の収納がなくて困っています。ここはすごくどうでもいいことですが、寝室を趣味のトレーニングのジム部屋に改装しています。ルカリオもいます。ルカリオ、下の娘が欲しがったのでクレーンゲームで頑張って撮ったんですけれど、最近7歳になった娘はポケモンの熱が若干冷めてきています。親としては有識時代です。さて本題なんですが、今回新しく YouTube 用のショートチャンネルを作ったので、そのお知らせです。東海園ショートチャンネルは、今までに作ったポケモン折り紙をだいたい15秒から30秒に再編集して作り直したものです。ぜひとも皆さんよかったらご覧になってください。それではどうもありがとうございました。